しかむ。しかむじゃん。しかむ、まあ、一時的ですから、ね。後々には映ります。後々にはカメラが増えるので。そうなんだ。スタジオも大改装するそうです。おお。同じで。今日でも久しぶりに山内さん話できてよかった。私もね、私1年ぶりぐらいだと思う。今のフレーズ、あの声吹き込んでくれるって本人見てくれる。ちゃんと現地撮りましたからね。ね。撮った。心なしかさ、車も少ないのそのせいなんだね。これじゃあ、たどりをする。あ、そっか、こっちなんだ、この人は。どれぐらいキャンさん、これぐらい。首がもげたで。どうか。はい、大丈夫です。はい、では。八木しかむ。30秒ですね。八木しかむです。あ、兄さん、こんばんは。きれいな。映ってる、めっちゃ映ってる。これ、そう、今やろう。これか、これが被ってんのか。いいよ。なんかでも、パチキーさんがさ、こうすりゃいい。あの、キャンさんの、キャンさんが今映れないから変わるやから。キャンですよ、パチキーです。キャンさん、声だけの出演になっちゃってるから。はい、今日もよろしくお願いします。お願いします。はい、皆さんこんばんは。今日も始まりました K&K のミュージックキャノン。キャンさん、カウンさん、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日のラインナップ行く前にちょっとキャンさんの方に回します。はい、本日ですね、夕方にですね、330号線、の方で、大きな事故がありまして、今330号線が、ちょっと通行止め区域があります。はい、今ちょっと情報取得してるんですけど、はい、浦添市、浦添運動公園前付近で、車両の通行止めがあります。なので今、付近を走行されている皆さんはご注意ください。今回大型の事故がありまして、国道330号線、浦添市浦添運動公園前付近の方で、通行止めが発生しております。それに伴って、各58号線等々渋滞の方があったんですが、だいぶ緩和されてきておりますので、そちらの方、迂回路の方を使って、ゆっくりご帰宅されてください。本日雨の方もひどいですので、そちらに伴った情報もお伝えしてまいりたいと思います。本日警報が出ております。沖縄市と北谷町の方で、洪水警報の方が出ております。それに伴って北谷町の方では、白日川周辺の方でですね、高齢者向けに避難勧告が出ております。高齢者向けに避難勧告が出ております。白井川、時折、増水すると、水があふれるということで、今避難勧告が出てるんですけども、今コロナ禍でありますので、避難をされる方はですね、事前にウイルス対策等を行ってですね、最寄りの避難所の方にご避難いただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、では私の方から以上です。はい、ありがとうございます。では、今日のラインナップいきましょう。今日前半6からはですね、いつもだったらアーティストを限定して3曲流したりするんですけど、今日は曲を、スポットを当ててみて流したいと思います。ラバンバという曲を流すんですけど、ロスロボスという方がカバーしたバージョンのラバンバと、ビギンバージョンのラバンバとドラゴンアッシュバージョンのラバンバを、前半6からは流します。後半からは、はい、後半ポップスはアストロ流します。告白、ブルーフレーム、ブルーフレームでバイオアサイドの3曲です。ではラジオのボリューム上げていきましょう。どうぞ。 Here we go。Bye.
音楽入ってた。兄さん良くなったかな。あ、音楽って言ったらあの何お嬢ズボンの方。いや、今のラバンバが。ああ、そういうこと。あの、どっちにツイキャス YouTube ツイキャスで行く。ああ、そういうことね。あ、たまにはね、そういうこともありますんでね。珍しくスイッチが押されてしまった。あ、だからなんだ。まあまあまあ。今日、はい、前半からですね。前半ロックから、お送りしてるのはですね、ラバンバっていう曲なんですけども、このラバンバ、今日は、3つのバージョンでお送りしてます。兄さんが声何にも聞こえなかったですよ。あ、はい、今からじゃあちょっと今聞こえるかな、大丈夫かな、OK? 今聞こえる、大丈夫。めっちゃ大きかったんだね、本当に。あの、今日お送りしてるのはですね、ラバンバという、曲に着目して今日は流してます。いつもだったらアーティストさんとか、バンドとかを中心にして、3曲選んだりしてるんですけど、今日はラバンバっていうこの曲に着目しやってます。そもそもラバンバ、まあ、結構有名な曲なんですけども、まあ元々はメキシコの民謡っていう、民謡を、リッチー・バレンスっていうね、ロックンローラー、ロックンロール調にカバーして1950年代に発表して有名になった曲なんですけども、今回そのリッチー・バレンスバージョンではなく、さらにそのリッチー・バレンスがやった、ラバンバを、これはロス・ロボスバージョン、一番最初にお送りしているのはロス・ロボスが、カバーしたバージョンですね。1950年代に、発表したラバンバから、さらに30年時が経って、このリッチー・バレンスという方のですね、生涯を描いた、映画ラバンバっていう映画、それに、主演で俳優を務め、主演俳優を務めたロス・ロボスがカバーしたバージョンなんですけども、それを、一番最初に、持ってきてます。セカンド、そして今流れてる、2曲目ビギンのバージョンですね。2曲目をお送りしているのは沖縄を代表するブルースロックバンド、ビギンのカバーしたバージョンなんですけども、いいね、めっちゃ意外だね、渋いっすね、うん、いいね。ラバンバ自体ね、いろんな人がこうカバーしてて、いろんなバージョンあるんだけど、あ、まあ K&K のミュージックキャノン前半のロックでやるんだったら、まあ、メタリカバージョンとかも考えたんだけど、今回はちょっと真ん中にビギンを挟みました。このビギンが、やっているラバンバは一期一会っていう楽器を使ったバージョンなんですけども、それでアルバム名に一期一会のドライブインシアターっていうカバーアルバムの中から、今回は音源出してますね。なんかもっと民謡っぽくなると思った。あ、まあそもそもが元が民謡なんだけど、このラバンバ自体民謡って言っても、メキシコの田舎のフォークダンスの曲、うん、あ、踊れる系だね。じゃあ元はあ、それをリッチ・バレンスがロックンロール調にアレンジしてっていう、うんうんうん、今回このビギンのバージョンは一期一会バージョンといって、一期一会っていうこの楽器を、うん、ちょっと言うとギターと三線の掛け合わせ、まずどちらかというと三線寄りに近いので、うーん、人差し指一本で弾けるコード弾きができるっていう優れもの、ね、だからギター初心者の人でも、うん、演奏このいわゆる弾き語りとかチャレンジしたいんだったら一期一会はおすすめ。一期一会って楽器なんだ。一期一会っていう楽器だわけ。これヤイリギターっていう日本でも有名なギターの工房があって、そことビギンの共同開発。すごいね。いうこの一期一会ってすごいいい楽器があって、まあ、なんでそんな話をするかというとですね、前回ひふみさんと話した時にひふみさんがギターちょっとやりたいなって言ってここに
僕はあのギター置いてるんですよ、スタジオの方にね。だから自由に使っていいですよって言ってるんですけど、ただあのコードとか覚えるの大変だろうなと思って、今日あのチューニング変えて一期一会仕様にしてます。あのなんであの FM ギノワを訪れてこっちのギターやりたいという人はあのぜひ触ってください。あ、ひぐみさんだからさ入ってきてくれます。ひぐみさん入ってきた、ありがとう。あの俺の置いてるギターチューニング変えて人差し指一本で一期一会仕様にしてるから、人差し指一本でコード弾けるようにしてある。まあちょっと裏技使ったんですけどね。まあちょっとこれあのマニアックな話になるんですけど、ジミー・ペイジっていうギタリストがいて、なんか聞いたことある。あのレッド・セッペリンのギタリストで、ジミー・ペイジさんっていう方がいて、その人がよく使うあのダットガットっていう、ダットガットっていうあのなんて言えばいいのかな、チューニング変速チューニングって言えばいいのかな、ダットガットチューニングっていうチューニングの仕方があるんだけど、それの G の部分を A に変えるだけっていうちょっと裏技を使って。難しいね。あ、シュプリームさん、おこんばんは。会話大根ですね。いや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 、シュプリームさんじゃないの。あ、ひふみさんが和音取れるようにしたってこと。はい、しました。ひふみさんしたよ。だからあの人差し指一本でコード弾けるようにちょっとチューニング変えてるんで、おうおう、遊んでください。ぜひ成果を、成果を、ひふみさんこちらでも。あのそれで今日あのこのビギンの一期一会バージョンのラバンバ、あ、引っ張ってきてるんですけど、このビギンの一期一会っていう楽器をテーマにしたアルバムが結構あって、だからあの弾き語りチャレンジするんだったら、ビギンのその一期一会バージョンのビギンがカバーしたいろんなカバーアルバムの中の曲とか最初にチャレンジするのはありじゃないかなと思います。ほうほうほう、あ、いいね、ちょっと話が脱線しましたが、3曲目、3曲目お送りしているのはですね、はい、日本を代表するハードロックバンド、キャンさんの大好きなドラゴンアッシュが、カバーしたバージョンのラバンバでございます。これはですね、ベルベットタッチっていうシングルのカップリングで収録された曲なんですけども、もう歌詞の乗せ方、リズムに乗せた日本語の使い方、最高ですね。まあ俺パリピーじゃないんですけどね、これすごいいいよね。ドラゴンアッシュらしさもめっちゃ入ってるんで、ね、パーティー仕様になって、あのラウドミクスチャーっていうかね、はい、あ、いいよね。だからロスロボスって曲があるんですけど、ドラゴンアッシュの中で、はいはいはい、それ以降このラテン系にすごい一気にガラッて変わっていくんですよ、はいはいはい、あのやっぱりねラテンっていいよね、はい、この今回ちょっと長くなるなと思ったからラバンバっていう曲だけに着目したんですけど、本来だったらリッチー・バレンスっていう方の話だけで15分前半使えるぐらいの本当は方なんですよ。2月3日、去った2月3日、先週ですね、何の日っていうと、音楽の業界では結構有名な日で、音楽が死んだ日って語り継がれてる日なんですよ。2月3日って、まあ海外でですけどね。だからそこの話をするとすっげー長くなるんで、前半ではお話しきれないなと思って、今回ラバンバっていう曲に着目を当ててやってます。また次回別のタイミング作って、うん、この音楽が死んだ日ってなぜ言われているのかと、あとなんでその言葉のフレーズが元になったかとか、そういったところも、やりたいと思いますので、今回はもうこのラバンバに着目して、そのままお送りしました。あ、シュプリームさんがロスロボスって懐かしいなーって、あ、さすがシュプリームさん、わかるね。そうそうそう、俺もこのロスロボスさんが出てるこのリッチー・バレンスの生涯を描いた映画ラバンバ、小さい頃にビデオで結構見てた、まあ昔の ビデオしかなくて、ね、当時 DVD が懐かしいね、うん、VHS あれね、すごい寂しい映画なの、
すっごいこうワクワクするんだけど、見てる時に最終的には飛行機事故でなくなっちゃうから。あらあれ、そういう映画だっけ。そういう、うん、そういう最後なのよ。あら切ないの。そうなんだ。ノリノリの曲なのにね。歌詞的なものはちょっとでもノリノリのやつ。いや、もう思いっきりダンスミュージック、あの、そっかそっか、田舎のフォークダンスの曲、はいはい、ダンスするための曲ダンス。へ、あ、はい、前半終わっちゃいました。前半お送りしたのは、今日は、ラバンバっていう曲で着目して、はい、ロスロボスバージョンのラバンバ、ベギンバージョン、一期一会バージョンのラバンバと、3曲目はドラゴンアッシュバージョンのラバンバをお送りしました。はい、後半はカオンさんの、セレクトとなってます。はい、私からは3曲アストロを今日は紹介していこうと思ってます。告白、ブルーフレーム、バイオアサイドの3曲を予定してます。はい、では後半 K-POP からアストロを紹介していきます。今日のグループは韓国出身男性グループなんですけど、6名、MJ、ジンジン、チャ・ウヌ、ムンビ、ラキ、ユンサナからなる6人ボーイズグループです。でアストロという子たちなんですけど、まあ、この曲に関しては、まあ、今週末バレンタインっていうところもあるので、まあ、その空気をちょっと先にと思いまして、まあ、告白っていうタイトルなんですけど、これ多分告白で探しても出なくてハングルメイキーになってると思うので、それで探していただいた方がいいと思います。でアストロの中でもこの楽曲すごい人気なんですけど、本当にキラキラ歌えるアイドルソングっていう感じで、 PV もすごい可愛らしいんですけど、ドラマ、アニメ、オープニングっていう感じでも明るく、ひたすらもちょっと可愛らしい曲になっているんですけど、内容としてはもう学生の片思い、うん、で PV ではウヌ君演じる男の子が もどかしい恋をしている女の子のことを好きで、まあ、その子を見つめるっていう感じなんですけど、そのウヌ君をまたメンバーたちが見つめるっていう感じで、すごい可愛い楽曲になってるんですよ。でその PV の中がなんと日本での撮影で、まさかの福岡県で撮影されてるんですね。なので多分楽曲の中でも多分この日本語が出てくるっていうね、この、まあ、ファンの中では日本だっていうところからもちょっと楽しめる一方になるんじゃないかなっていうのはあります。ぜひぜひそこもねチェックしていただけたらと思います。であとはこのアストロ自体はボアとか東方神起、少女時代、カラーに引き続いている今韓流ブーム、また第三次って言われてるんですけど、その中でももうたくさんグループ出ている中なんですけど、アイドルとして、まあ、本当に久しぶりに、まあ、ザ・アイドルというかアイドルらしいアイドルで登場してるかなって私は思ってるんですけど、まあ、たくさんいる中でも結構キラキラ系かなって思います。で、韓国ではもうデビューしていまして、2016年にデビュープロジェクトっていうので 2B Continued っていうのを経て、2016年2月、ファーストミニアルバムスプリングアップをリリースしてデビューをしています。でこの時のデビュー前にもかかわらず、もうこのグループ自体はもうビジュアルの高さを武器に韓国ファンサイトの会員数が1万人を超える、それぐらいのグループでもあってすごい人気なんですね。でファンクラブ もう実際あって、ファンクラブ名はアロハ、でもアストロのハートオールファンズの略称でアロハ、 AROHA のアロハとなっています。でグループ名のアストロに関しては、お、曲が消えた、スペイン語で天体、星、スターというのを意味しているので、愛するすべての人たちにとって宇宙でありたいとか、まあ、星でありたいっていうメンバーの願いも込められている曲になっています。はい、で結構耳によくなじむ、元気ももらえるポップな曲多いので、まあ、無邪気なボーイズっていうことでよくよく聴いていただけたらなと思います。はい、で2曲目ブルーフレーム、これは6枚目のミニシングルのタイトル曲になっているものになります。でここからはちょっともう爽やかなイメージとガラッとかけ離れて、まあ、無限とかちょっとセクシー系が前面に出された曲になっていて、青い炎を冷蔵させるような情熱的でカリスマ性あふれる印象に、まあ、変貌している彼らの新たな
魅力が出た曲ではないかなって思っています。でデビュー以来爽やかな楽曲多いアストロでしたが、まあ、衣装とかダンス、ステージに関して、まあ、コンセプトがもうダークや妖艶な一面を、まあ、垣間見れる魅力的な曲になっています。そう、シュプリームさん、そうなんです。キャンさんの前でね、宇宙ピンクなんですよもうまさに始まる前からよくわかってらっしゃる。そうなんですよ、早速なんですけど、ね、ありがとうございます。もうアストラ自体も私も聞きました、早速そうなんです。だからもうその本当にもうアストラだからもう多分いろいろね、多分星自体も星なのかな、アストロって。アストロちょっと語源探してみましょうね。なんか先ほど聞いたのはちょっとね、はい、なんかちょっとロシアとアメリカとっていうところから違いがあるのか。アストロは多分聞いたことある人多いんじゃないかな、アストロ自体は。そんなにないのかな。ぜひぜひ PV も見てくださいね。結構このメンバーの一人がすごい美男子がいるんですよ。でその子がもうこのデビューと同時に20社ぐらいからオファーがあって、もうそれぐらいもう単独で、そうそう単独で、うん、チャウヌ君って子で、この子はだからドラマとかにも引っ張りだこで、結構ドラマから入る方もいるし、広告とか CM テレビから入る子もいるし、まあ、単純に本当にアストロのペンで好きですっていう方もいると思うし、だから多分今から多分登っていくんじゃないかなっていう、本当に大注目のメンバーです。韓国でもすごい人気だけど、宇宙では星とか天体っていうよりは、あの星のとか天体のっていう意味らしいです。素晴らしい、まさに今からスターに輝くな、はい、いいね。キラキラは韓国でパルチャパルチャ、星の王子様とかそういうのもちょっと関係ありそうですね。はい、まさにじゃあ本当にこのチーム自体っていうか、もうこのグループ自体が全員男性なんですけど、結構なんだろう、顔面偏差値がすごい高くて、そうそう、みんなにすごい本当に美少年がいるから、そうそうそう、結構皆さん綺麗めで、で身長も本当にみんな180前後ぐらいあるんで、一番高い子で184あるんですよ。だから結構なんだろう、この迫力なステージ見れることになるので、ぜひぜひ PV も見てみてください。はい、男として勝てる気がしない皆さん、別のところで勝負してる。すげえです。いや、あのね、カモさんの口から顔面偏差値って出た瞬間、あの俺らを萎縮してしまった。そんな手厳しい言葉が出てくるの。ウケる。でも本当にちょっと本当にね、全体的に皆さん6人なんだけど、6人とも綺麗め。多分みんなタイプ別だと思うけど、本当に一人美少年の子がいて、その子がチャウル君なんだけど、あのウル君だ、チャウル君、あの名前覚えやすいわ。そうそう、ウル君。俺ずっとさ、さっきからさ、ウネウネって聞こえてさ、何が違うちょっと思そう、チャウル君すごい綺麗、本当に顔綺麗で、なんだろう、身長が182ぐらいかなあるんですよ、この子は。でその顔でニコって笑うから、めちゃめちゃ綺麗なんですよ。でなんかちょっと無邪気さもまだ残ってるチームなんで、また可愛いんですよね。 PV とかも本当に、まあ、アイドルって感じ。ぜひ見てほしいです。みんなあれですよね、もう正しいイケメンに限るなんて全員顔パスですよまさに。そうそう、でも本当に綺麗。多分なんだろう、韓国ってやっぱりちょっと整形大国だったりするので、はい、結構触ってるとかいじるとかやっぱ多いのかなと思うけど、どうだろう、このグループ人って結構触ってない子多いんじゃないかな。ナチュラル感ありますよね。そう、すごいナチュラルなんで、やっぱりちょっとね、歯とかはやるの、はい、メイクとかもちろんやるんだろうけど、なんか結構みんなナチュラル系なんで、触ってる子少ないんじゃないかな。元がめっちゃいいみたいなさ、本当に偏差したかいみたいな。俺その話題ついていけない。ふっける。身長が欲しかった。そう、高い、また高いから、スーツ系の、あのブルーフラブとか結構このスーツ系のカチッとした PV とか、なんかジャケシャそうなんですけど、足長いんですよ、だからみんな。ちょっとかっこいいですね、めっちゃ。でこの曲に関しても、今ちょっとこの事務所自体が揺れて いるんですけど、ちょっとまあね、こういろいろちょっと裏金情報とかそういう感じで、ちょっと事務所が揺れて、アストロ自体もちょっと続けられるのかみたいな時期があって、でその時に、このファンアロハに向けて書いたメンバーからのこの曲でもあるので、この曲自体
なんかもう自分たちはここにいて変わらないよって、時間が経って君が変わってもいつまでここで僕はいるよ、多くの痛みに揺れても僕が守ってあげる、君の後ろでっていうね、なんかちょっとそれを歌った曲になるんですが、ファンに向けての自分たちの思いを書いた曲なんですけど、この6人のなんどうかな、みんなかわかんないですけど、ちょっとピアノ弾けたりとか楽曲提供してる子たちもいるので、結構多彩なグループになってくるので、曲も自分たちで書いて披露したりしてるので、もう今から多分本当に日本でも今から人気になっていくんじゃないかなと思うので、ぜひぜひチェックしてほしいです。チャウヌ君マジでイケメン好きには本当にヒットすると思います。ぜひ、はい、ありがとうございます。あ、ちゃん早かったですね。あっという間でしたね。あっという間ですね。ちょっとだけ、お伝えする情報があるので僕、はい、マイクを一度お借りします。はい、どうぞ。今入る、今入りましたね、うん、はい、ここで FM、 はい、ここで FM 技能案からお知らせがあります。冒頭にお伝えした330号線の通行止めですが、全面解除と情報がありましたので、今開通しているようです。繰り返しお伝えします。冒頭でお伝えしました、330号線の、通行止めですが、解除された模様です。未だに雨降り注いでおりますので、皆さんご注意して、運転の方気をつけてください。では本日もありがとうございました。はい、今日前半お送りしたのは、ラバンバ、ロスロボスバージョン、ビギンバージョン、ドラゴンアッシュバージョンでラバンバをお送りしました。はい、後半ポップスからアストロをお送りしました。あのチャウヌで検索すればヒットします。あ、シュプリームさんが事故全国ニュースだったって。あ、そうなんだ、大きかったんだね、本当にありがとうございます。シュプリームさんありがとうございます。兄さんありがとうございます。また来週。ひふみさんありがとうございます。君さん後からです。